はい、皆さんこんにちはこの動画でやっていく内容ですはいそれではやっていきましょう今回はスピーカーのモデルを作る話ですスピーカーのモデルウェブにも多少落ちていますけどもあまり多くはないですよね まあ、しかも著作権の問題もありますし、まあ、それが一体どういうスピーカーかもよくわからないので改めて本物のスピーカーを測定した上で、まあ、それのモデルを作っていきたいと思いましたもともとそう思った理由はですねデジタルアンプにあるんですねデジタルアンプの資料を見ますとね出力をそのままスピーカーにつなげて問題ないって書いてあるんですよ。 デジタアンプの出力って完全にデジタルなんですよね、まあ、いわゆる PWM っていう信号なんです場合によってはですね出力にフィルターをつけてもいいよっていう風な雰囲気で、まあ、つけなくても全然問題ありませんよみたいな雰囲気に取れたんですね。 じゃあつけなくてそのままスピーカーをつけるとちゃんと音は出るんでしょうかっていうふうに思ってまあ手持ちのスピーカーにデジタルアンプをつなげますとねもう何ら問題なくちゃんと出るんですね。ししかしですよデジタ 250kHz 250の周波数ってまあ人間の耳には聞こえないですよね。 聞こえないというふうなことでまあ良かった良かったということにはならないんじゃないかなとふっと思ったんですよね。つまり聞こえないにもかかわらずずっと音圧がもし出ていれば、まあ、それはある意味こう人間の耳に対して非常にストレスになったりとかまあいろんなこと起こる可能性があるわけですよね。 そうすると電気的な意味で250キロヘルツがどれぐらい減衰しているかって確かめたくなったわけですよ。まあそうしてモデルを作り始めたわけなんですけれども、モデルを作るテクニックというんでしょうかね。まあこんなふうにして作っていけばいいんじゃないかなという一つの提案で仕上げてみたいと思っています。モデルの題材になりましたスピーカーはこんな感じのスピーカーです。 これを測定するために実は壊していきながら測定したんですねですけどもご安心くださいこれはですね電気屋さんでジャンクでただで置いてあったものをもらってきたものですあの見てわかるようにあのここにへこみがあるので売り物にならなかったみたいです測定装置はアナログディスカバリー2ですこれはインピーダンス測定です ウェブをググるとですねいくつかインピーダンス測定のグラフが出てくるんですけどもそれとよく似たような形で取ることができました取得したデータはこんな感じです。ここには周波数でそしてこちらにインピーダンスでもう一つは対応する周波数と位相角というふうな形で取れました取得したデータをここに並べました。 そうしてです、ね、この位相角とインピーダンスのこれ絶対値なんですけどもこれからですね実軸の値と虚軸の値を計算してここに書いてあります。実軸の値はコサインこの位相角ですねここの中は位相角、まあ、そしてかかっているこの係数がこの絶対値ですよね。軸の方はサイン そしてここのサインの中はこの位相角そしてかかっている係数はやはり絶対値ということですねでは回路図はここから始めてみたいと思います。まあ、当然こちらにも LCR つくんですけども乗数を決めていく上でまずここから始めた方がまあやりやすいと思いました。じゃあここの L は一体いくつなんでしょうここの R はいくつなんでしょう その測定したデータからそれらを引っ張ってきます R はですね直流抵抗ですからそのままテス次にですねコイルなんですけどもこれはですねここの周波数近辺の特性ここの周波数近辺の特性のインダクタンスを持ってきます。なぜかとと言いますとですでね 少なくともここのインダクタンスはあるというふうふなことになりますインンダクタンスはこちらに向けてですね増えていますのでここが最小ポイントとということになるわけで,すよ、ね、ではじゃあここのインダクタンスはいくつなんでしょうというのを計算するためには、まあ、ここに LS って書いてありますけどもこれはあのインダクタンスシリーズにつながったインダクタンスの容量というふうな意味ですね。 それでインダクタンスの計算はこのようにしますまずですねここで計算してきた巨軸の値まあ、つまりリアクタンスですよねこのリアクタンスを周波数でまあ割ればいいということになるんですけどもまあ、その時にですね 2π が必要ですねここに書いてありますように周波数を 2πf で割るという風うな形でインダクタンスが求まります そうして周波数をずっと高い方向に見ていきますとですね、まあ、最後 50kHz で終わってるんですけども89のス6乗っていう数値になってますよね。ということは8 9ン h ーとシュミュレーションの設定は AC シュミレーションです。まあ、そしてここです。ということでびますつまり10倍になるごとにっていうことですね。 これは実際の計測したデータのサンプル数がえ全体で約100個ほどのデータでサンプルしていますのでしかも5ヘルツから5 0キロヘルツまでですねそれでえ10倍になるごとにまあ、30個ぐらいのサンプル数にするとだいたい全体数が一致するのでまあ、30というふうにしますで、スタート周波数は 5Hz からです測定も 5Hz からしました そして終了周波数は五十キロヘルツです。これは計測も五十キロヘルツで終わりました。これでオーケーにします。電源は電圧源です。当然計測した装置も電圧源で出ています。計測した装置では十オームを使ってインピーダンスを測っていますけれども。ここではスピーカーの交渉のインピーダンスが八オームなので。まあ八オームの抵抗をここにつけています。 実際に計測はこの端子で行いますのでここのインピーダンスはあまり影響がないと考えました電源の設定は、DC、ボルテージ1、まあ、これは AC 解析をするのであまり意味を持ちませんとりあえず1と入れておきましょうそして AC 解析をする上で重要なところはこの AC アンプリチュードのところです、まあ、ここには 5. という,ふうな形の数字を書きますこの5.65はどこから来たかというとこちらのスピーカー交渉8オームですまあ、そうしてこちらに8オームの抵抗がついてますのでここから5 6 5ボルトで駆動しますとですねここで約 2W の電力を発生することになるんですね。 でそのうち半分はここの抵抗で消費されてこちらに残りが来るということになりますのできっちり8オーム8オームになっているとお互いに1ワットずつ消費するというふうなことになります、まあ、そういう意味で5 6 5トとしました。 シミュレーションをすると最初はこんなな風に真っ黒な画面が出ますここに見たい特性を見るわけなんですけどもこちらの方にカーソルを持っていきますとこう赤いペンの形になりますねこうネットのノードの上に置きますとですねそれでクリックをすればまあいいわけなんですけどもこれはここの電圧を見ているわけですよねこちらから見た抵抗を見ているわけではないですよね抵抗を見るためにはですね ここを流れている電流を知る必要性がありますよね電流はこんなような形で抵抗の上、まあ、あるいはこういうところの上でもいいんですけども、まあ、出元という意味でここの抵抗の上でこういう電流プローブ矢印のカーソルになった時にクリックするとこんな風にして出ます。で抵抗をプロットしたいわけですから当然この電圧をこちらの電流で割ればいいわけなんですけども。 まずこのグラフの上で右クリックをしてここにアドトレースっていうのがありますので選びますそうしますとですねこの中で使われている信号名称がたくさん出てくるんですけどもまずはこの電圧 VSP プラスを選びますそうするとここに入りますねで次に R1 これを IR1 ですねこれを選びますそうするとここにまた 入ります、まあ、このまま OK をしてしまうとですね今出てるグラフと同じになってしまいますのでここにカーソルを持っていきましてここに割り算のマークを入れます、まあ、それで OK っていうふうにしますね。でここの単体のものはいらないのでハサミで消してしまいます、まあ、これが抵抗値なわけです。 え抵抗値なんですけどねここえデシベルで出ていますよねでこのデシベルではとっても分かりづらいのでここを抵抗値の値そのものにするために右クリックをしてここでリニアを選択しますそれで OK をしますとこんな風にして抵抗値になります。LTSPICE はちゃんととここで何と何を計算しているかっていうことを調べてちゃんと単位でオウムってつけてくれていますよね。 それでは次にですねここのグラフを選んでこちらのファイルからここのエクスポートでもいいですしあるいはこのグラフ上で右クリックしてここにファイルがありますのでここでエクスポートデータでもいいです。 そうしますとここでもうすでにグラフで選択しているので、まあ、こんな風にしてもうすでにブルーでハイライトしてますけども出したい信号をこんな風にして選べばいいわけですよねこれで出したいと思います出力するファイル名は選ぶことができませんこの回路図のファイル名エクステンションテキストという風なファイルが作られてその中に数値がテキストで書かれていますここで OK を押します これで作成されました今ここに作成されたファイルの中身が出てきていますまあ、こんな風に周波数とあと出力した信号のタイプとここに括弧でくくってこちらにこの場合マグネチュードですねそれとあとこちらに位相角こちらのあの信号のマグネチュードの方つまりグラフでいうところの ここですね。こういう値ですね。縦軸の値まこれがですね。オームではなくてデシベルで出ているんですよね。ここを注意しないとあれって思うことがあります。次に excel の方で、先ほどエキスポートされたデータを拾わなければいけないです。ここにデータの取得がありまして、その隣にまちっちゃなこう。アイコンがまあるいはもうちょっと大きくなっている場合もありますけども。 テキストまたは CSV からっていうふうな、えー、取得のメニューがありますのでこれをクリックしますそれでデフォルトのパスのところで必ず開きますので作業パスのところに移動しますそうしますと先ほど出したこの 120mm スピーカーテキストっていうのが見えてきますのでこれを選びます 選びますとこのファイルのフォーマットをどうするか、まあ、区切り文字をどうするかっていろんな読み込みの設定があるんですけどもこれは今ちょうどデフォルトでいけますのでこのまま読み込みのボタンを押します。終わりますとこのようにクリエと接続とかこちらにこんなふうにして数値として読まれていきます。Excel のバージョンによっては見え方がいろいろあるようですけども、まあ、内容は同じです。 そうして読み込んできたシートの右側にですねこちらがデシベルでしかもテキスト文字で表示されていますのでこちら側に数字で絶対値とと位相角という,ふうに分けてて抜きき出してきます。周波数の方はもともと数字しかありませんのでそのままこういうふうに参照でいいと思います。 ただですね、ここでこの参照をですねイクオールを書きましてそのままこういうふうにして参照しますとですねこういう難しい何やらファイル名称の参照になるんですねでこの参照の方法は実はこの中身をシートごとコピーしたりする時にここが絶対指定になってとても都合が悪いのでここはもう単純に。 a-2 いいううう風なそにします次にインピーダンスを抜き出してくるコマンドですけどもこれは DB のキーワードを探してまあ、そこまでを抜き出してくるということで、えー「バリューにしてという意味でこういうコマンドになりますねここの辺までですね。ダ、え、ラ、ー、で文字列 dB までを見つけて2番目の文字つまり括弧が終わった後の数字のところから抜き出してきたものを、えー、数字に変換しますっていうところがここまでなんですね。まあそうしてこれがでですねデシベルで書かれていますのでそれをさらに20で割ってでその値 20で割った値を10の型に乗せると10の n 乗っていうふうな形にするわけですよね。そううすすると数字になりますこうですよねで位相角の方はですね、まあ、こんなふうになっていて db を見つけた後ろから最後までを抜き出してきて、まあ、それをそのまま数値にすると、まあ、位相角の方は単位がありませんのでそのままですよね。 まあこれで LTSPICE のエキスポートしたデータを周波数それからインンピーダンス絶対値、まあ、それと位相角というふうな形でここに並べることができました。というふうな形でここに並べることができましっというタブ名称にしましょうかそしてこちらの先ほどのシートのところのこのグラフこのグラフにですねこの LTSPICE のグラフを重ねてみたいと思います。 まあこんなな風になりますこの緑のラインがそうですねここにタイトルを書いていますけども LT-Z 絶対値とえなんか見た目全然違いますよねって話になると思うんですけども、まあ、これでですね LT スパイスの回路でシミュレーションしたものを Excel に取り込んで取得した元々のこの赤いグラフですね。 これとグラフ上で比較して目視確認ができるという準備ができたわけです。モデルの作り込みはここれからとということですよねごめんなさい時間が来たので次に続きます。